しながらここを来るときが引っ切っちゃって落ちると大変なことになる。インからこう来てちゃんとリビングエリアから車の切り返しが見える。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフチャンネルのたけしです。今回紹介するのはですね、この後ろに映ってるドリフトドライブウェイ、我が家の市道ですね。でこれ今までですね、家の周りを僕の V36 スカイラインでドリフトするシリーズがあったりとか、あと後ろに映ってるね、このタイヤアーチを自作するシリーズなんかもあるんです。で今日はですね、そもそもこのドリフトドライブウェイがなんでできたのかというその理由とか、あとその費用、あと制作期間だとかを、紹介していきたらと思います。なので、興味のある方いたら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、まずですね、なんでできたのかってことについてお話していきたいと思います。この2012年にですね、この家とガレージが建ったんですけども、冬に向かうとこだったんでまだ良かったんですけど、それがね、冬が過ぎてその後だんだんとここはね、芝がちゃんと生えてくるようになってから大きな問題になったのが、ここの前面の芝刈りだったんですね。ここを自分がね、使ってるこの手押し式のエンジンの芝刈り機でやってると、もう果てしなく時間かかるんですよ。そういうのもあって、いや、なんかいい方法ないかなと思ってたら、ロッド・ミレンさんっていうニュージーランドのモーターースポーツ界のレジェンドが山を持ってて、家があってガレージがあって長い市道があるんですね。その長い市道を最初、じゃあ誰が一番早く走れるかってとこからスタートした、とても面白い競技なんですね。すごいインスピレーションを受けたんですね。でこれなんか僕もこういう風にやってみたいななんて思った時に、そうだ、うちの周りは芝が多すぎると、でそれを道を作ればちょっと芝のエリアも減らせるだろうということで、このアイディアが生まれたんですね。自宅にサーキットみたいな考え方があってもいいんだというふうに思ったのが2つ目のきっかけだということなんですね。そしてそれを手助けしてくれたのはですね、こちらのお隣さんなんですね。あの建設会社の社長なんですね。自分でショベルカーだとかトレーラーの段取りができる方だったんですよ。なのでこのドライブウェイを全部まとめてですね、下準備をしてもらえることになったんですね。ドライブウェイのこのコーナーですね、こういったものを全部下からですね、こう探って、砂利をこう敷いて、でロードローラーでこう一回鳴らしてもらって、そのベースを作ってもらったと。でそこに別の友達のリサイクルアスファルト、これを使ってスムースにしてやるっていう形になります。コースの長さは 200m ぐらいだったと思います。とても小さいですね。ここがメインコーナーになるんですね。絶対に動かせない家とこのタンクのここがギリギリ通れたおかげで、この幅に合わせて全体がコースができているという形になります。なのでドリフトしながらここを来るときが一番エキサイティングですね。ここはのドリフトしながら、内側はここね、キッチンなんですけど、キッチンの横をかすめるような感じで行くと、インカットしてもダメだし、アウト振りすぎてもタンクのそうベントがあるのでダメと。ここがですね、一番難易度が高いコーナーになってます。ちょっとだけストレートがありますね。でここにあのチェッカーフラッグというか、ここは一応スタートラインということになってます。でここから1コーナーですね。1コーナーはこうアウトギリギリに寄せて進入していくということになります。そうするとこちらには、まあ、うちのいつも使ってるスカイラインとガレージが見えますね。でここのアウト側なんですけど、こちらもストリームっていうんですかね、速攻になっててかなり段差がきついです。なのでここもアウト側に振りすぎちゃって落ちると大変なことになります。なのでここもですね、ちゃんとイン側を締めて走る必要があるんですね。立ち上がるとパッと向こうにタイヤアーチが見えるんですが、ここもですね、アウトにずるっと行き過ぎると、こっちもストリーム、川が流れてるんで、インからこう来てちゃんと綺麗に出てかないと、アウトに行くと大変なことになるということになります。僕が一番大事にしたのはここからの景色なんですよね。立ち上がってって一回振り返してメインコーナーに入ると
リビングエリアから車の切り返しが見えるということで、とてもこだわったポイントになります。このねスチールアーチをピックアップするところから、このアーチも全部自分で曲げて作りました。これもね、動画でシリーズもので上がってるので、もし興味のある方いたら見てみてください。ここから、最後はですね、このタイヤアーチをこう越えて一回振り返してアウトにはらんでから一回振り返してまっすぐ目に車を戻してアウト側ギリギリからまた1コーナーに向けて進入すると。このドライブウェイを作るために一体いくらかかったかっていうところなんですけども、まず砂利を引くまで、砂利を引くまでで4000ドル。その後ですね、ちゃんとしたアスファルト業者にここをねいくらだったらちゃんと舗装できるかっての聞いたんですね。そしたら3万ドルを超すって言うんですよね。とってもお金払えないんで、どうにか方法ないかなと思ってたら、たまたま僕のドリフトやってる友達がそういう業者をですね経営してて、そのリサイクルアスファルトっていうのを勧めてくれたんですよ。道路で一度使ったアスファルトですね、もう一度こうグダグダに砕いて固めるといったものになるんですね。ただこれにはポイントがあって、きっちり固まるまで時間がかかるんですよ。なので最初こうねしっかり普通に車で走るようになるに相当時間がかかった記憶がありますね。でもこれにすることで目が細かいので、それ自体はちょっとポロポロ取れますけど、このスムーズな状態をねある程度維持できると、あとまあ金額が安いのでこの方法を取りました。費用対効果で考えると、うん、これまあこれでとりあえずいいかなと思ってます。まあ、ゆくゆくはね、ちゃんとした舗装路でピチッとやりたいですけど、やっぱね、もうほんとね、もうお金がかかるんですよ、お金が。なので、今、とりあえずこの方法で、満足してます。あともう一つですね、ポイントとしては、費用なんですけども、表側のドライブウェイから、こっち、新しく作ったところ、全部このリサイクルアスファルトでやってもらうのに、700平米、トラックで4杯分ぐらいやりました。約9000ドル。はい、なので、トータルで言うと1万3000ドルぐらいでこれが出来上がったと。もちろんね、自分でロードローラー運転したりいろいろ手伝ったので、その分だけちょっと安くなってるっていうのはあります。ドライブウェイを作るきっかけにもなった1万何千ドルっていう金額なんですけど、最初ねこのお金を使って自分の新しいドリフトカーを買おうと思ってたんですね。はい、でただねその時考えたのは、ドリフトカー1万ドル弱のドリフトカーを買うか、それとも、まあ、ここに新しくドライブウェイを作ってみるかっていうのね、こう両天秤にかけた時に、家にサーキット持ってる人ってのはいないですよね。そうやっぱり最初ねまとまったお金がこうできて、やっとこれで自分の車が買えるとも思ってたんですけど、まあ、ちょっと考えてみて、じゃあ家にサーキットがある人もしくはドリフトカーを持ってる人って中でと考えてみると、家にサーキット持ってる人が断然少ないじゃないですか。だったらやっぱそっちをやった方が同じお金をかけるんでも面白いことになるんじゃないかなと思ってこれやったんです。そしたら結果的にですよ、このタイヤアーチ計画ができたり、最終的にはですね、ドリフトドライブウェイのニュースがなんと世界各国にこう知られることになったりして、ニュージーランドヘラルドっていうね、ニュージーランドの全国紙に載ったり、いろんな国に拡散されたんですね。そういう素晴らしいきっかけを作れたっていうのも、その最初の考え方があったからこそなんですよ。ちょっとやっぱり他の人と違うことを考えた方がやっぱこう面白いことになりやすいなというふうにすごく感じましたね。で実際これ出来上がってみたら非常に使い勝手が良くてですね、まずまあ芝刈るスペースがすごく少なくなりましたし、それと同時にですね、子供たちがこう自転車とか、あとこうキックボードとかで遊べるとても面白い場所になったんですね。やっぱり家の周りがね、こうやって道で繋がってる家ってもないので、もうまるでドライブスルーのようにみんな使えるようになりました。実際ですね、このドライブウェイができたおかげで僕もこのドリフトドライブウェイ、このドリフトドライブウェイと、あと NZ ドリフトライフってこの YouTube のチャンネルを作るきっかけにもなってるので、自分にとってのね発信するポイントとなるとても面白いものなんですね。そんな感じでですね、これからも、ニュージーランド在住のドリフターっていうところを生かしてですね、このドライブウェイを使ったいろんな企画だとか、あとはその DIY 系の企画だとか、あとはまあドリフトイベントのですね、レポートなんかもこれからどんどんしていきたいと思いますんで、もしよければですね、いいね評価と、あとチャンネル登録よろしくお願いします。
あともしよければコメントなんかもねいただければ嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。どうも。